ヒルノさんがまさかここまで戦争ごっこで強くなるとは思いませんでしたよ。こうやって誰が誰より強いっていうことや、みんなの前で序列つけることとか、そういうの今までめったにありませんでしたからね。白霊の巫女もヤクもゆかりも勝負を受けてくれました。行けるところまで行っちゃいましょう。あれですよ、みんな年食って背が伸びて遠くまで見えるようになったから、最強が最強に憧れになったのだと思いますよ。憧れ？ねえ、どこかにはいるだろうけれど自分ではないって。最強とか一番とかって名乗るのなかなか難しいんですと、幻想郷最速を自称するシャメーマルアヤが言うわけでした。ふーん、最強も大変なんだね。大変ですよ。おじけづきました？ちっとも。みんな期待してるんだ。いい気分だよ。上出来です。ほら、行きましょう。そろそろ時間ですし。幻想郷の一番が生まれる瞬間、しっかり撮らせていただきますよ。取材はいつでも歓迎さ。あ、そうだ。あや、レイムたちに勝てたらお願いあるんだ。ほう、何ですか？ゆかり、この状況想像してた？いいえ、全く。ほんと、ああいう無邪気な子供は予定と計算を狂わされて困りますわ。ほんとよ、ほんと。白霊の巫女が強いなんて勝手に決めつけられて、私だって駆り出されてるのよ。そういう認識あるなら神社に入り浸るなっての、妖怪ども。見物にすごいいっぱい来てるし、神社でやって感染料取るべきだったかしら。それだけ期待されているのでしょう。私とあなたがあの氷星の登竜門だと。竜になったらどうなると思う？
全く想像つきませんわ。もっと上へ登ろうとするか。私の仕事が増えなきゃいいわね。意外と一番に飽きて別の最強を探しに行くかもしれませんわよ。子供ね。でもだからこそ今こうしてあいつが私たちの前に立つ。白霊の巫女と隙間妖怪ヤクモゆかり、約束通り戦争ごっこで私と勝負。ええ、来なさい。小さな小さな妖精。なぎ払うは無数の妖精。崩れ落ちるは相手の牙城。ここで相対するは幻想郷のすべてと思いなさい。まったく、遊びだというのにあの二人も乗せられちゃって。あら、そういうあなたも昼間に昼ふかしで応援に来てるじゃない。そりゃそうよ、私が見込んであげたのだもの。ま、いつもなら霊夢を応援だけど、あいつらがやられるところってのも興味あるしな。チルノ、今日は私も応援してやるぜ。あや、ありがとう。私さ、強ければみんな慕ってくれると思ってた。だから最強を目指してた。でも違った。でもみんな真剣になって挑んで遊んで、だから今応援してくれてる。妖精だって私だって一番は狙える、最強になれる。みんな応援してくれてる、期待してくれてる。だって私は最強だから。みんな凍らせてきた。だけどそろそろ。
なかなかやるようですわね。ではこういうのはいかが。こういうのか。挑まれたからには全力で答えようじゃない。なかなかやるようですわね。ではこういうのはいかが。
集団見た時の引きつった顔。でもそれをなんだかんだで防ぎ切ったんですから、さすが霊夢さんというところですよ。おかげでバテて集中力も切れてピチューンするところまで、あれがあったからこそ印象深いシーンだったわね。あんたたちね、それ褒めてるわけ？バカにしてるわけ？いい試合だったとコメントさせていただきますわ。はい、とりあえずお疲れ様。残念だったわね。別に負けなくちゃいけない試合でもなかったわけだし。全力よ全力。はあ、やっぱり予感はしていたけれど、遊びの提案者が一番強いってわけじゃないのね。努力しなければ強くはなれないわ。あの子は遊びだけれど真剣に最強を目指してひたむきに走り続けた。でも心も最初から強かったわけではない。一番最初地底に来た時は内心プライドズタボロでしたよ、あの子。さすがにあれの傷口を触る気には悟りとしても手が止まりました。酒の席で勝手に暴露してるあたりで、やっぱあんた悟り妖怪だと思うんだけど。でもそこから駆け上がった。この長い階段を駆け上がった。私も今度は何か頑張ろうかな。うちでの小槌に頼らないでさ。ちょっと、もう飲めないってさ。何言ってるのよ。ほらほら、最強なんでしょ。こんなので酔いつぶれてどうするの。鬼殺しとか書いてあったの、神社の蔵にあったわ。次はこれにしましょ。最強は何でも最強じゃないのさ。潰れない。お客さん来たよ。まったく、まるでおもちゃね。ま、あなたに威厳という言葉はまだまだ似合わないのかもしれないのだけれど。
妖精の愛嬌というものじゃないんですかね。あ、エミリアにあや、二人も飲んでく？十分楽しんでるね。言い遅れたから挨拶に。おめでとう。私に挑んできた時からもしかしたらとは思っていたけれど、素晴らしいものを見せてもらったわ。ありがとう。エミリアもいつ挑んできてもいいよ。挑戦はいつだって受けるものね。さてさて、ちょうどいいですし、写真撮りましょうか。ほら、お三方も入って寄って。いいね、レームもゆかりも連れてこよう。嫌がっても引っ張るさ。まったく、何かと思えば。あや、晒し物はやめなさいよ。大丈夫ですわ。その時は新聞を擦れなくさせるまでのこと。怖いこと言ってくれますね。それじゃあ行きますよ。はい、チーズ。やっぱりあたいったら最強ね。